はい、どうもソフワークスのケンゴです。今日も動画を見てくださりありがとうございます。今日なんですけども、僕は一人暮らしを始めて多分3年目ぐらいになると思うんですけど、まあ、自宅にいるときは基本的にMacBook、 後ろにあるこの MacBook を触りつつ時間を過ごしていて、でいつも座ってたのがこのデスクチェア、今まではずっとニトリの7,000-8,000円ぐらいのニトリのワークチェアに座って作業していたんですけども、すごく最初の方はデザイン性が高かったりとか、シンプルな、ワークチェア、こんな感じなんですけどワークチェアだったので、すごく気に入ってたんですけども、やっぱりそのパソコン作業ということで、まあ、2時間3時間ずっと椅子に座りっぱなしっていうことが多かったんですけど、その時に背中が結構クッション性が悪いと言いますか、結構跳ね返りがあんまりない、で背もたれがちょっと硬いっていう感じのワークチェアだったので、まあ、ちょっとそろそろ買い替えようかなということで、今回はもう今座ってるのが今新しく買ったチェアですね。これはもう何ヶ月か前に購入したの で今回はそのこの今座ってるデスクチェアがもうめちゃくちゃ良かった、買って良かったなというふうに思ったんで、それをちょっと今回はお話ししたいなというふうに思います。はい、で今回僕が購入したのが岡村社のバロンチェアっていうオフィスチェアになってます。で定価がこれ15万円ほどするんですけども、まあ、ちょっといろいろネットで調べながら、まあラッキーなことに、かなり格安の値段で購入することができたので、それも良かったというふうに思ってます。そもそも岡村ってどういうメーカーみたいな感じで結構思う方もいらっしゃると思うんですけど、1945年ぐらいの創業の、まあ、オフィス家具メーオフィスメーカーの最大手みたいな感じで捉えてもらったらいいかなというふうに思います。もともと自動車を作ってた会社で岡村製鉄所っていう会社だったらしくて、今ではもうオフィスチェアとかをメインに作ってて、まあ高品質でこだわりのあるデザインが認められてグッドデザイン賞なんかも受賞していたということで有名ですね。僕もそんなに知識が多いわけじゃないんですけれども、高級なオフィスチェアといえばハーマンミラーとか、あとスチールケースとか、あとスイスのヴィトラとか、ほとんど海外のメーカーを思い浮かべるかと思いますが、まあ、これ、まあ、岡村って名前の通り、もうそもそも日本のメーカーなんですよね。まあ、そういうハーマンミラーとか、スチールケースと肩を並べるぐらいの、まあ、日本の高級ブランド で、この岡村の特にコンテッサーっていうモデルがかなり人気だったらしくて、コンテッサーが生産される数の中でも8割はもう海外で購入されているっていう感じらしいです。でこの岡村のバロンチェアなんですけども、まあ、購入してよかったなって思うところが、3つあります。で1つ目がスタイリッシュなデザインですよね。まあ、海外のものにも負けないくらいのデザイン性の高さっていうところが、まあ、すごい大きな特徴だと思うんですけれども、特に僕が購入した岡村のバロンチェアというモデルは、まあ、絶妙な存在感が感じられるので、まあ、置くだけで部屋全体の雰囲気がなんかガラッと変わったなっていう印象ですね。なんか普通に前のやつとちょっと形が似てはいるんですけども、機能性だったりとか、まあ、外から旗から見てもちょっとスタイリッシュな部分っていうところが部屋の中でもちょっとひときわ目立っていて、すごくなんか部屋全体が引き締まるって言ったらちょっと大げさかもしれないですけど、まあなんかかっこいいなっていう感じの印象がやっぱり一番強いですね。はい、2つ目なんですけども、背もたれが程よく柔らかいんですよね。まあ、一応これメッシュ素材になっていて、よくあるレザーのものであったりとか、通常のクッションの背もたれは背中だったりお尻が厚くて蒸れてしまったりとか、汚れが取れづらかったりするんですよね。でもこの岡村のバロンチェアは背もたれがメッシュ素材で、まあ、全然蒸れたりしなくて、真夏の時期でもすごい背中の汗が気になったりもしないので、現在進行形でめちゃくちゃ重宝してます。はい、で、疲れた時はこんな感じで角度をゆったり落としてですね、ゆったりできます。まあ、あとはメッシュ部分のクッション性がかなり高いので思いっきりくつろいでも、まあ、見て分かる通り背中と背もたれがすごいフィットした、あと、集中するときですね、集中するときはこんな感じでできるだけ背もたれを高く設定しています。この角度に関しては個人差があると思うので、試打するときにいろんな角度を試してみるのが一番だと思います。ちなみに僕は
もうネットで購入したんで試座とか全くしてないです。はい、以上がですね、岡村のバロンチェアとを購入してみての、感想でした。まあ、結構こういったオフィスチェアっていうのは定価で買っちゃうと結構、まあ、十何万とかしちゃって、まあ、ハマミラとかでも結構高い値段をついてしまうんですけども、まあ、意外とね中古で探してみるといいかなと思います。結構劣化もしにくくて、まあ、汚れとかがあるとちょっとあれですけど、そんなに機能的な部分で見るとそんなにすぐにガタが来るっていうわけじゃないので、中古で状態がいいものを探した方が、まあ、中古が嫌な方以外ですと、まあ、いいんじゃないかなというふうに思います。一番最初に申したんですけども、スタイリッシュな雰囲気が出るので、もう部屋に置いておくとなんか部屋全体がちょっとかっこよく見えるのかな。これは個人差があるかもしれないんですけど、ちょっと最初置いてたものよりかはすごい仕事できそうな人の部屋みたいな、勝手に自分でですけど思ったりもしてます。はい、Amazon とか楽天で売ってるので下にリンク貼っておくんですけど、オークションとか、あとはまあメルカリだとあるんですかね、メルカリとかでも見てみるといいかもしれないですね。まあ、基本的に状態のいいものを探して、まあ、自分のお気に入りのものを見つけていけばいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、ニトリの8000円のものからこのオフィスチェア、バロンチェアに切り替えたことで、まあ、長時間の作業がすごくやりやすくなりましたし、まあ実際に仕事が終わって会社から帰ってきて、普段だとすぐ、まあ、お風呂入ってベッドにダイブとかしちゃってたんですけど、まあ、こういう一個お気に入りの椅子があるとなんかよし頑張ろうというか、まあ、こっちに座っていても楽だから、こうやって楽な体勢取りながらパソコンしようかなみたいな、ちょっと息抜きかつ仕事もできるので、なんかそういったところで活躍してくれています。はい、といった感じで今回はバロンチェアの紹介でした。もしこの動画がいいなと思ったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。あとツイッターとインスタグラムと、ブログもやってるので、そちらもよかったら、ご覧になっていただけますとありがたいです。というわけで今回はこれで終わります。また次の動画でお会いいたしましょう。ソフワークスのケンゴでした。ありがとうございました。